伸びやかなスケーティングと豊かな表現力で今年ユニバーシアード優勝を決めた鈴木明子。ジュニア時代から注目されていながら体調不良でリンクに立てない時期もあった。しかし再び輝きを取り戻した遅咲きの22歳。私自身も楽しんで見ている人にも楽しんでもらえるスケートがしたいなと思います。鈴木明子さん、フォーワスポーツランド。2002年の四大陸選手権では日本代表に選ばれた素質、摂食障害という悩み苦しんだ年月を乗り越えて西日本選手権のウィナー登場です。鈴木明子22歳。復活をかけるショートは燃える思いとともにファイヤーダンス。トリプルルッツ、ダブルトーループ、3回転2回転。さあもう一つジャンプ、3回転トリプルフリップ、ステッピングアウトしてしまいましたね。ジャンプの質の方で少し減点があるかもしれません。スパイラルシークエンス。表情でも見せていますね。怪しい笑みを浮かべながら。ポジションも綺麗ですね。軸もしっかりしています。ダブルアクセル。ストレートラインステップも上下の動きもあっていいですね。メリハリ、エッジもよくディープエッジで使っています。チェンジエッジからディフィカルトポジション。昨シーズンの最後の戦いとなったユニバーシアード、高橋大輔とともに男女アベック優勝を飾ったところからきっかけは掴んでいるはず。いや、日本にはまだまだいろんな選手がいますね。僕鈴木選手をちゃんと見るのは初めてなんですけども、はい、この音楽に鈴木選手の表現がこうぴったり合ったような気しますね。明日のフリーではタイタニックを予定しています、鈴木明子。さあそして荒川さん、はい、荒川さんは、この鈴木選手、長久保コーチに教わっていることということもありますが、はい、かなり近しい関係だと思いますが。そうですね、非常に彼女は頑張り屋さんなところがありまして、でやはり滑る楽しさっていうのを一度滑れなくなってからもう一度かみしめて練習するようになってからまたさらに一段と、その滑れなくなる前よりも、はいはいはい、いろんな面でおいて表現も非常に良くなりましたし、スケーティングの質もどんどん良くなってきていると思うので非常に楽しみな存在なんですね。もう一度そのキャリアをという思いで今回の全日本に臨んでいます。
八木沼さんいかがでした。はい、まあ、今のスローのフリップジャンプなんですが、多分普通でしたら鈴木選手もうちょっと高さがあったと思うんですけれども、回転をしながら降りてきてしまったような形になってしまって、はい、ステッピングアウトしてしまったと。残念でしたけれども、その他の動き非常に良かったです。さあ得点を待ちますが、第1グループの最終滑走者でもありました鈴木明子、次に第2グループの6人が控えるという、その横で得点を待ちます。さあこの直接対決はどんな形でまずこのショートを彩ってくれるんでしょうか。安藤対浅田真央、鈴木明子の得点が出ました。テクニカルエレメンツ 32.90、 プログラムコンポーネンツ 25.76、 トータル 58.66、 今シーズンベストの演技でトップに立っています。